こんにちは、玉置です。今回はワンダフルプリキュアのスイートパールドールをいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたので、こちらを全5種類開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では3月25日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものように大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。それでは早速見ていきたいところなんですが、まずは気になるアソート情報から。アソートは1箱に10個入ってる仕様なんですけど、前から順番にワンダフルとフレンディーが3つ、それから小麦ちゃんですね、犬の小麦ちゃんが2つありまして、変身前のね人間姿の小麦ちゃんといろはちゃんが1つずつということになっておりました。またね、別のアソートがあるかもしれないんですが、私が行ったスーパーさんではこの仕様が3箱ぐらいでかな入っておりましたね。なので変身前のね小麦ちゃんといろはちゃん、こちらが欲しい方はねお早めにゲットされることをお勧めいたします。小さい店舗ですとやっぱりね1箱しか入荷しないというお店もあると思いますので、そうするとねやっぱり1つずつっていうことになっちゃうのでね。まあでもそうですよね、子供ちゃんが親御さんにね買ってもらうときにどれか1つにしなさいなんて言われちゃうと、やっぱプリキュア選びますもんね。そうなるとやっぱプリキュアが多いのは妥当かなとは思います。では見ていきましょうか。まずはパッケージ確認です。パッケージはねこんな感じとなっております。まあ、中のが一応実寸大、ほぼ実寸大、原寸大で書かれているんですけど、いやこのスイートパールドールは初めてですよね。まあ、一応ソフビーらしいんですけど、で上がねこんな感じになっていて、そしてこちらがねフレンディ、で上がこちらは同じ、まあ、色が違うんですけどね。それで後ろのハートがねこういう風につながりますよという仕様になっておりますね。そして犬の姿の小麦ちゃんです。いやこれもねやっぱりこういうマスコット好きみたいなの方はいらっしゃると思うので、私も大好きなので妖精とかねそういうのは結構集めてしまいます。そして人間の姿の小麦ちゃんです。で上がこんな感じ。そしていろはちゃんです。でこれとこれがやっぱツインになってる感じかな。これだけねちょっと違う感じなんですけど、まあでもどの箱でも小麦ちゃんといろはちゃんがこういう風にねつながる感じにはなっておりますね。まあ、ハートの色が違っちゃうんですけど、なのでまあこっちとこっちでも合いますし、そんな感じですね。そしてラインナップなんですが、もう皆さんご覧の通りなんですけど、じゃあねこっちの裏の方にも書いてあります。全5種類となっておりますね。で裏にはこういうなんか飾り方というかねもう書いてあるんですけど、ではね開封して準備したいと思います。まあ1個だけねどんな感じで入っているか毎回ねよいしょ一応動画には残しておくんですけど、じゃん、おー、まあそのまま入ってますよね。そうですよね。準備ができたので順番に見ていこうと思います。まずはキュアワンダフルからですね。スイートパールドールということなので、全体的にねパールがかった塗装になっておりますね。この髪の毛がキラキラしております。まあ、画面でね伝わるかどうかわかんないんですが、一応ねパール感のある塗装ですね。まあお洋服とかコスチュームはそこまでパールではないだね。この髪の毛がパールだね。で後ろはじゃーん、もう全体的に髪の毛です。なのでちょっとボリューミーですよね。そしてお顔なんですが、お顔かわいいねこれね。まあまあ丁寧に書かれておりますね。プリントがずれてなければみたいな感じだけど、一応こっち側見てる感じなのかな。正面ではないよね、こっち側見てる感じですよね。なんかパクトとかもいろいろちゃんと一応ねありますね。でちょっとね細かいなと思ったのが、このコスチューム自体とこのリボンと襟のこの赤というかピンクが、濃いピンクが若干色違うんですよ。なのでね、まあ普段だとそうね、同じだったりもするのかな、似たような色だと。でも若干色が変えて塗ってあるのが、まあまあこういう食感にしてはいい方じゃないのかなと思います。でまあ食感ならではなんですが、ちょっとねこの色のはみ出とかもあります。まあここはしょうがないかなと思うんだけどね。でまあ一応ソフビということなので、めちゃくちゃね軽いですね。中がやっぱり空洞かな。この下にね一応空気穴みたいなのがあるんですけど、でもここのなんかくぼみを利用してね、あの台座みたいなところに立てたりもできますし、まあ、このね自立もするんですけど、しっかりねあの立てたいよという方は何かこう台座に突起をつけてポッてなんかはまりそうですね。なのでこう飾り方に工夫ができる感じかな。あーちょっとこのピアスというかイヤリングね、ここ黄色であるからさ、黄色塗ってほしかったですね。ちょっとここは残念かな。こういう細かいところはな、しょうがないっちゃしょうがないけど、こうポイントなのでね、ポイントはやっぱり塗ってほしいね。そんなとこかな。あとはあーここもか、
しょうがないか。でもここはしょうがないか。正面から見ればね、見えない感じもするので、うん、まあね、そんなものか。ちょっとね、このシリーズは今回がプリキュアは初めてなんですよね、こういうの。なのであんまりちょっと比較対象がないのでよくわからないんですけど、以前セーラームーンのね、リラコットを買ったんですけど、まあ、そちらがね、こんなような感じで、うん、みんなこういう座っている感じだったんですけど、それがこの一回り大きいサイズですかね、リラコットは。で、それがまあまあなデッキというか、まあでも色の省略もありましたけど、なんか似たような感じはしますね、うん、ただ立ち姿なのでね、見栄えはしますよね。ではお次はフレンディですね。じゃあフレンディはもうね、ちょっと皆さん見てお分かりかもしれないんですが、ちょっと残念なところがあります。じゃじゃじゃ、後ろがあーしょうがないのかな。自立させるようにってなると、髪の毛のボリュームを増やしてここをね、出させるようにする感じだったのかなみたいなのは思うんだけど、うん、前から見ればそんなには気にならないのかな。そしてまあね、フレンディは髪の毛が黄色なので眉毛も黄色なんですよ。で、画面で伝わるか分かりませんが、画面だと割とはっきり見えるかな。眉毛がね、実物はもうちょっとね薄く見えるので、あんまりね分からない感じかな。うん、まあ、これはね、毎年ね、黄色い髪の毛の子たちは毎回そうなんだけどね、しょうがないんだよ。で、今回もそうだね、ここの紫が違いますね。それいいね、ちゃんと塗ってあるのは。まあ、要所要所が出て、でまあイヤリングはこのね、髪の毛で隠れてるから、まあ、フレンディの方は気にならない感じか。で、目の中のプリントも割と綺麗なのでね、いいと思います。うん、いやー、このタイプの食感は初めてだからな。そしてお次は気になってた小麦ちゃんですね。じゃーん、はい、かわいい。いや、もう毎回ね、妖精とかマスコットとか動物とか、まあ、そういう感じのこの食感というかはね、毎回ね、可愛いんだよ。ちゃんとね、ハートなってるね、可愛い。そしてスイートパールドールということで、まあ、パール感がね、少ないんですけど、ここのリボンがパールになってますよと一応ね、注意書きはありました。公式さんの方のページで見たのかな。うん、まあ、単調ではあるけど、やっぱりね、こういうマスコットキャラみたいなのは毎回ね、一番お気に入りになるかな。いや、めっちゃ可愛い。うん、いいですね。ちょっと小麦はおすすめかな、私の中で。まあ、販売側としてはこれでね、ちょっとあの回収みたいなのもあると思うんですけど、うん、可愛いですね。ちゃんとね、ここのところがぷくってなってるのがいいです。うん、そして人間バージョンの小麦ちゃんです。いや、かわいい。この乗り出したポーズがね、いろはいろはみたいな感じで、かわいいですね。で、パール塗装はやっぱり髪の毛の部分となっております。あー、前髪のこのちょろ毛がかわいいな。まあ、一バージョンはね、そこまで色味が多くないので、まあ、省略と言ってもそこまでないので、うん、いいですね。あ、この座ってるバージョンだと髪の毛がちゃんとね、ここまでなので、そんななんか無理やり下までとかないからいいね。で、お手手もかわいいです。一応なんかこうありますね、ペニンと。うん、前髪かわいいな。そうね、こっちだとやっぱちょっとちっちゃめになってるからあれだけど、あー、この一バージョンの小麦ちゃんかわいいな。そして最後はいろはちゃんとなります。じゃん、うん、いろはちゃんもね、お座りポーズでかわいいですね。あー、髪の目もちゃんとハートが色分けされてていいですね。あ、この髪の毛の色いいな、私好きだな。なんだろう、このサーモンピンクでもないけど、コーラルピンクみたいな、この髪の毛の色大好きです。あ、後ろ姿ちょっと可愛いかもしれない。うん、で、こっちも、まあ、プリキュアバージョンと比べるとね、色味は少ないので、うん、省略とかはそこまで気にならないですけど、そうですね、眉毛がちゃんとね、わかりますね、こっちはピンク色なので。あの靴下のこのレースとかもね、ちゃんと再現されてるのが可愛いと思います。そうだね、あ、プリキュアのバージョン可愛いけど、私こっちの1バージョンと1バージョンとあのワンちゃんの小麦が可愛いかな。うん、プリキュアバージョンやっぱり髪の毛ボリューミーすぎてみたいな感じがあるから、それよりはこっちの方のが造形的にはすっきりしててというか、うん、そこまで無理くり感がないので、うん、こっちの方が好きですね。ということで、一通り見てみたんですが、いかがだったでしょうか。いや、本
来この時期に発売される恋マスコット系の食玩というのは、こんな感じのねボールチェーンがついたマスコットが販売されてたと思うんですけど、今回これがないんですよね。なのでちょっとね私的には残念ではあります。このねマスコット割とね出来がよくって、で、ま、個人的にはこういうプリキュアの食玩の中で一番好きと言っても過言ではないくらい、結構ねこういうの買ってバッグにつけてたっていうのがあるので、ま、好きだったんですけど、今回ねこっちのソフビになってしまってどうかなとも思ってたんですよね。うん、まあ、出来はね可愛らしいので、うん、いいんですけど、やっぱりねこのボールチェーンがついてないのでバッグとかにつけられないんですよね。それがちょっと残念かなと思います。うん、いや本当ねこれね好きだったんですけど、いや今のあれかな、今作るとこれのお値段がすごく高くなっちゃうからこっちに変えたみたいな感じかな。今すごくね物価高で、ね、ウェハースとかも、いや作品によりますけど150円以上するものとかもありますので、ね、ウェハースでそれだから、ね、ついてくるのカードなんですけど、なのでねマスコットってなるとね、500円過ぎちゃうとね、うんなかなかにって感じなのかな。難しいですね。ということでスイートパールドールのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。